井筒和幸の浦井日記。はい、はい、これ積んでくれ。かしこまりました。おい、はい、感じ。はい、梶原です。はい、組本部からです。うん。え、昼の定例会で会ったばっかりだよ。そうか、分かった。たま取りやがった親分の。え、和合会だ。東京行ったよ。え？俺は途中下車だよ。え？おい、はい、ほら、逃げろ！やめろ、これ！ほら！おい、ほら！じゃんけんしようか。組長は一人で行っちゃいました。ほら！ほら！ほら！よろしく頼むの。よろしくお頼み申します。伊藤正治、今後も任侠道に邁進しますのでよろしく。よるべなき者たちのもう一つの昭和史。姉さん、まな板使ったよ。季節のない町に生まれ、ヤクザはやりきねえとできねえぞ。風のない丘に育ち、家を出て、愛のない人。このダイハードって来月公開するんだぞ。店長の野郎閉めていきますよ。人のために良かれと思い、西から東へ。市民グループがまたピーチクパーチク。泥棒はしない、作りはやらない、その女は取れないという伊藤組三原則をしっかりと守り抜きました。親分、見てるか。今日で全てが終わる、今日で全てが変わる、今日で全てが戻る。あんたらお前三原則中もどうするんじゃ。あんたら大勢と読み込んどんのじゃ。ゴミあったで結構でもね。欲望の時代を生き抜いたあぶれ者たち、これまでだな。本当に強い者同士は戦わないんですね。ブライ市会議員になると思います。で、助成金だ。指ないのにね。おお、来たか。来たね。え、おう、ブライのこの予告編、この過激映像、これまたこれこれ笑うね。もう毎週のこの統計、またこれ68,317、誰が見てんのかね。68,317、1週間で。はあ。で今トータル792万。はあ、えぐいね。792万。ということはあとあれか、8万回で7万回で、あれか800万になるのか。7万回いったら来週やな。
来週もう800万になりそうやねこれ。誰見てんのかねこれ。まあネットフリックスはまだいまだにポンってすぐ出てくるから見たらいいけどね。あれなんぼ見ても飽きへんですよ。あれはもうおもろい悪罪映画だよ。ここのスタッフの、ま、バカがゴジラマイナス1とかやつで見てきたようでね、お前の頭がマイナスやろって元からクソみたいな。これはプラス6万8300ですよすごいな俺の連れ50ぐらいのテレビのディレクターだけどゴジラ行ってきましたね、お前アホかって言うててんけど、そいつマイナス100や言うとったぞアホなこと言うてるわ俺あれゴジラだけは見る気せよわね。そりゃ幼稚なもんだろうけどさね。いやもっとな笑かすようなもんせえよね。例えばゴジラがセックスするとか、いや性器があんのかどうか知らんけどね、やっぱりなんかメンタが現れてな、あれオスかメスか知らんけどね、あいつがやで。そや知らんもんね、あれオンタかメンタか分からへんもんな、あれ。まあ多分あれ割と俺オンタちゃうのかね、あれ知らん、あれそうかメスか、あれアメリカで一回出よったやつはあれ卵産んどったからね、あれ確か卵産んどったからね、あれ分からんけど、どの辺から卵出したのか知らんけどね、口から出したのかね、尻尾の裏にあれケツでもついてんのかね、あれどっから出んのかね、ケツから出ないわね卵は、分からんわ、意味不明だよ。一回見てきたやつあれだよ、まあちょっと図書したるよ、ゴジラってメンタかオンタかはっきりせえこら言うて。えでもまあいいや、そんなどうでもいいわそんな話。傑作だねこの日本の探査機月に初着陸っつうのね、今日のこれ東京新聞ね、これね、ついた、JAXA か、うん、宇宙航空研究開発機構、ややこしいね、これ、宇宙航空研究開発機構、もうちょっとこれ短く言えんもんかね、これ、宇宙研究所でいいんちゃうの？ねえ、宇宙航空研究開発機構。が打ち上げて月に、あれか機能ついたっちゅう話だね、これついたんだよ。日本で初めて月面着陸、世界では5番目やと、まあ、いろいろ挑戦しとったんだよこれ。21世紀になってから挑戦しとったけども、やっと5番目で一挙ったわけだな。ソ連とかアメリカとか中国とかインドはもう20世紀のうちにやってたのかな。ソ連とアメリカは20世紀のうちにやっとかな、当然当たり前だよね。俺らは1969年の月アメリカ行こった時はあの月見てたもんな、あこにおんのか思ってね、嘘やろ言うてたんやけどね、みんなで絶対嘘やで言ってたんだけど、ほんまでしたね。持って帰ってきたのはこのこんぐらいの岩石だよね、クソみたいな。何のことはね、大阪万博でガーってな5時間の長蛇の列でみんな見に行ったんだよね。俺は見に行ってないけど、あんなバカみたいな万博は。あれ岩あの展示しとったらしいけどね、クソみたいなもの何もない、ただの岩だよ、どこでもあるその宇宙に転がってる岩だよ。そこへ降りてで太陽電池パネルが光に当たらないらしいで、だから降り方これ降りよってんけども、降りた そこでもうはい終わりなんだこれ。降り落ちってやつやなこれ、うん、出落ちってのあるけど降り落ちやねん、もう落ち着いとるやんけ、もう降りたい場所に降りるということは技術が必要だと、うん、そりゃそうやんな。あの昔のね最初の月行ったアポロ11号は上からあの月の上まで来て月 あの周回軌道に入って、周回軌道ね、要するにあの
落ちないし離れないっていうとこやね、落ちないし離れないっていうポイントを周回軌道って言うんだけど、だから引力、月の引力にとらわれて延々に回るとこやね、まあ、だんだん落ちていくんだけど、まあまあほぼ永遠に回ってるこの力学上のそこのポイントは周回軌道って言うんだけど、だから祖国であれ乗ってた宇宙船、司令船やね、司令船のやつらが3人いるけど乗ってたけど、さあどこ降りたろかいでね、いろいろぐる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 回ってはったんですよあれ、うん、さあどこ、あれね自分らの勘やね、計算やね、この辺で行こうか、この辺で行こうかってガーってあれ、もう見るしかないからね、そうやってたらしいよね。よっしゃ、じゃあこの、で、この何で、静かの海か、なんか言うとこや、ここや、ここのどっかやな、言うて、よっしゃ、あこ行こうか、つってポンと決めたらしいね。だからもう当てずっぽで降りてんのよ。初代のアポロは。大したもんだよ、あれ。人間が自分で乗っていったもんだから、自分で運転してるからね。それで司令船から、ピューンと、あれが出たわけや。分離したあれがね、着陸艇が行ったわけやな、ね、でもそうなんかもうこう見たあれした見た目でいたらしいで、ね、この辺に行こうかっつってね、だ決めてなかったらしいからね、すごいよな最初のやつらは、自分らの勘で行ったんだよ、もうここでええかみたいな、ここでしょみたいな、そら分からんもんね、初めて行くねんから何やるか、なんか降りやすいところを探してたらしいよ。で今回はこれさ、そういう降りるところを探すんじゃなしに、そりゃそうやね、ロボットなんか降りるとこそんな探すんねん、あと30年かかるよ。だから今、降りたい場所に、もう初めから決めといたんだよね、ここだって、ね。それで計算上そこ行って、プッとこう降りるようにしたんだよね。向こう行ってから自分で考えるようにな、ロボットが乗ってたら、それは大したもんだけど、それはまだ10年かかんちゃうか。とりあえず自分なら思ってた狙ってた場所の100メートル以内にのピンポイントでは着陸することはできたらしいわ。これは世界初らしいわ。でこれはもう技術実証がまあまあされたと言うけどもやで、でもその降りたい場所にはだいたい降りたらしいけどもや、肝心の、太陽光パネルですわ、要するに太陽電池をに電気を貯めるための、充電するための太陽電池パネルってやつね、これがやね、要するに太陽光パネルがなんか前裏向いとんねん、これどうも、ああ全然当たってないねこれ。だからまあ要はもうバコンとこう設置して降りた状態の時に開けまへんわ、これ太陽に背を向けるように着陸する設計だったがやな、どうなってるかの分かんない、太陽光を受ける姿勢にはなってないらしいんだよ。だから今もう今これバッテリーしかないらしいわ。あバッテリーはすぐ切れるから、そんなものお前そらあかんわ、そんなものお前、バッテリーみたいなお前車と一緒やな、乗りもしないとエンジンも吹かさんとお前バッテリーだけでお前そら持たんわ、これ5時間か6時間しか持たんの、あかんなこれ、何もお前実験も研究もヘチマもできないぞこんなもの。で、何やこれ、タカラトミー、へぇ、おもちゃ会社のタカラトミー、はい、が、そうやね、これ、タカラやね、開発した超小型ロボット、ほぉ、ソラキューってやつがおるんだ、これ、ソラキュー、ほぉ、ソラキュー、オバキュー、ソラキューさんや、ソラキューさんが、バネを使って、飛び跳ねる小型ロボット、ほー、ソラキューいうやつとバネを使って飛び跳ねる小型ロボットの、デブワンっていうやつと、この2つを着陸のこの直前にポーンと離したらしいんだよね、分離した。でこいつらがカメラを装填搭載してるから、これで月の様子が送られてくるかどうかやな。だからポーンと離れたことは確かみたいね。でもね、こんなもんはデータしかないからね、分かりませんよ、誰も見てへんからね。着陸するときにデータ、通信データ送ってき、あれちゃうかね、着陸してるとき、するときの写真、動画は、多分送れてないよね、当然だわな。
それは遅れてたらもうテレビ発表するわな。だからないわけよ。なんで載ってないの動画ぐらいな。だってポーンと降りたらもうパーンってもう壊れてもええからな。回しとけばよかったんだよ。アクションってね。なんで載ってないのかね。いやもうだって届いてもいいぐらいだもんね。着陸してからもう半日過ぎてんねんからこれ。全然ないやろ。ニュースも来てないもんな。だってお前月から地球なんてあれだろ。何分かかんだっけ。光で1分ぐらいか。1分もかからんねやろあれ。1分かかる？かかれへんやろ。月は30ん？ん？どれくらいやったっけな。まあいいや。そんなかからへんはずやで。月と地球でどれくらい？俺ちょっと忘れて思った。そんな離れてないからね。ちょっと先やからね。38万やろ？ 38万いうことはもうへみたいなもんだよこれ。そうだよ。だから光だと38万キロということは、そんなもんお前2、3秒で来んねや。そうやんな。ちょっと離れてるだけやん。光は30万キロやからね。秒速30万だから、だから全然あれだよ。車100キロで行くと、うん。俺のミニで行くとやな、100キロ出へんけど、俺の80キロ。ミニで行くと、何ぼかかんの？3800時間。ほーん。そんなもんか。ということで、160、ああ、そうか。俺の車やったら160日か。なるほど。あ、約3秒前に、だからそうやろ。月の光は 1.3 秒前でしょ。だからそうやね。1秒わずかで来るわけよ。だから動画なんかほんますぐ積んでたら、動画回しとけばよかったんだよね、これ。ほんなら、おう、ちょっとお前酒のあてんでもなれねえか。なあ。でもじゃあ実際これ何の成果があったかいな、これほぼないぞ、これ。だって、パネルがこれあかんねえから、これ聞いとれへんねん。パネル聞いてなかったらアウトでしょ。もうこれバッテリーしかないねえから。これ開発するのにどれだけ金かけとんの、これ日本は。相当金かけてるで。それで太陽光パネルおじゃんや。ほんでバッテリー5時間か6時間や。で動画も回しとるんや。なんやねんこれおい。で次の上はちょっと探索した。そんなもんもうさ、そんなだいぶ前にやってるでもう。あれ石しかないねんからあんなとこ。もうそんなことで金使われたらね、もう別のとこに使えよもう。俺はそう思うよ。そのために言うたんだけどね。こんなとこで。月に今何しに行くねんお前。なんか住むために行くとか言うとんな。別に月に住まなくたってええんちゃうの。地球に住んだらええじゃない。ちょっと温暖化お前注意してお前住むしかないじゃない。あなんだよう分からねえな、あの宇宙開発の。だって知らないとこ行くんやったらさ、消したいで。火星行くのやったらええわ。火星行くのはもうすごいよ。あれもし行くっていうこと、友人でもし行くっていうことになったら、それはもうだいぶ先だろうけど、もし友人で乗っていくとなったらもう消したやからね。もう全部全員もう仏壇で、もうあれですわ。お祈りして、ご先祖様お世話になりました。行ってきます。言うてね。それで行かなあかんわ。で、もうみんな家族と縁者とみんなもう、縁切る覚悟でね、長らくお世話になりました、お父さんお母さんありがとうございましたってね、もうとこたえと一緒や、うん、もう火星行きの有人飛行は行く人間はみんなもっとこたえですわ。これはもう保証ないわけやから、何の保証もないよ。なもん生存率わからんからな、もんさっぱりわからん。なもん途中でそんなもんお前もう砕けた終わりで、向こう着いた時にもうボーン砕けた終わりで。だからさ、まあ、その火星はまあね、特攻隊出すのはさ、勝手に出したらいいけども、知らんけど、どこが出すのか。それはソ連か中国あたりだったら、ソ連ちゃんはロシアとか中国あたりは出しとんちゃうかね。アメリカも出しとるわな、火星行きの特攻隊はな。日本はだ、これまだ、まあ、この段階やからね、超小型ロボットの、まあ、空球やからね、まだ。お前、空球だけでもしっかりせえよ、おい。
カメラ使って月面の様子を撮影。ソラキお前何しとんねん、お前なんか送ってこいよ、ほらお前。せっかくお前みんな金かけてお前送ったってんのにやな、俺。金っても俺らの金やろ、これ。そこ税金やろ、これも。開発機構からです。これあれか、企業の金だけちゃうやろ。これお前、だって、あれだろ、そりゃそうでしょ、これね。ジャイカだ、これはジャイカじゃないわ。JAXA か。ここだってお前、ここだってあれだろ、お前。パーティー券売りまくって、お前、貯めた金ちゃうやろ、これ。特権だらけの職業や言うて、これ疲れてんだよ、自民党のこの派閥の裏金問題、これ。もうほんまね、もう、おっちゃんもね、昨日からもう原稿書いてね、ちょっとムカつきまくってまんねんけど、いやいや、もう何年も前からムカついてんですけども、このね裏金問題はね、全くこれ落とし前つけてないよ。これね、トカゲの尻尾切りで、要は上のあの安倍派の幹部な、五人衆ってやつね、あいつらは全員不起訴だよ。全然不起訴。で、下のなんかその辺のさ、チンピラ議員が何人か逮捕されただけだよね。あと秘書。岸田派のやつらは秘書だけだよね、確か。で、二階派のやつも秘書だけだよ。あれみんなも、お前ら行ってこいっつって。鉄砲玉ですよ。鉄砲玉ってわけじゃないけど、あれこそもう、あれだよ、もうトカゲの尻尾切りで、お前ら行ってこいっつって、知らんぞ言うて、言うなよ言うて、俺らがお前な上で何してたか、どんな指図してたか絶対言うたかんぞ言うて、もう訓録入れられてるわけよ。ほんでもう何でも逮捕されて調べられて、まあ所詮罰金刑ぐらいで済むかもわからんし、まあ懲役食らうことはないから、まあでも脱税してるからね、どうかな、まあいろんな罪状がつくだろうけどね、まあでも懲役はいかんやろ、執行猶予やろ。ほんならまた戻ってくれるかな。なあ。でもまたどっかさ、お前もうちゃんと事務職用意しとくからな。でももう訓録入ってんねん。だから俺らのこと絶対喋るなよって。もう絶対そうやからね。あの五人衆はね、うまく逃れやがって不起訴ですわ。許せんねん。あいつらこそね、逮捕して、ちょっと実刑食らわさないか。あいつらが指示してんだから絶対。俺は間違いないと思うね。まあ、もともとあの、しなはったあの、安倍さんっていう人が、多分支持してたりで、みんな言うとったからね。死んだから何でも言えるわけやからね。会長の指図でしたとか言うてるやついたもんね。会長が知ってたと思いますわとかなんか言うてたもんね。だからみんな知ってんすよ、結局はね。岸田でも多分知っとると思うよ。もちろんあの、二階のおっさんも、いや知らんなとか言うとったけど、絶対知ってると思うよ。当たり前だよ、あんな奴ら、もう金のことしか頭にないやつらやからね。だってパーティー券そもそもがあんなものはただの寄付金、寄付やからね、あれ。まあ、寄付という寄付以前のもう、要はもう詐欺に近いようなもんだから。だってパーティー券あれ1枚なんか2万だかそこらでしょ？で、10枚売ったってさ、20万やろ？で、20万はあれ全然何に使うとか記載する必要ないと。こういうまあ言うとあれザル法ですわ。あのザル法でやっとるだけやからな、決裁する必要ない言うてこんなことになってしまったわけ。ほんで裏金して、ほんでキックバックしてたわけやな。で、自分たち何に使ってるか、これね、何に逮捕されたやつらは何に使ってるかって言ったら、絶対いい加減なことにしか言わないと思うね。ろくなことに言わないと思う。まあ、あれでしょ、だまからかして終わりだよ。だ全部自分たちの飲み食いよ、ほとんど。宴会代ですよ、間違いないから。だからそれを指示したり、上のやつらはもっと溜め込んでたりするから、で自分たちの都合のいい行動費に適当に使ってるだけやから、あるいはどっか の若いチンピラどもに、チンピラ議員に金さらに配ってやって、お前これでなんかせえとかっつって、まあそれぐらいの、まあ要は派閥ってそんなもんだから、徒党を組むっていうのはそういうことやからね。金を集めて好きなように使えるようにするだけのことやから、なんもう普通の会社やったらもうクビだな。クビどころかもう、これ自体が犯罪だよ。だからこの5人衆はね、不起訴したらあかんのよ。何が特権だらけの職業だよ、バカ野郎、本当に。
刑務所行ってこいよ、ほんまに。とりあえずみんな全員ね、議員はみんなもうクビだよ、もう。キックバックもらってたり、指図してた奴らは。もうほんまにね、派閥の幹部ってのは詳細を全く語っていないんだよ、あれね。で、語っていないままさ、下っ端にさ、お前ら行ってこいと尻尾切りでさ、終わりです。派閥の政治なんて、なくなりゃしないからね。うん、全くなくなりませんよ。麻生のおっさんなんかあれでしょ。あれ麻生派って派閥やけど、昨日のニュースか。俺ら派閥やめへんで言うとったもんね。みんなおっとんだよね。うちら麻生派の派閥は解散せえへんと言うとったよね。んなもの、ね、まあ言うのは勝手やけど、派閥でも解散したところで岸田も安倍も安倍派も解散するとかって抜かしとるけど、あんなもん解散したってまた寄ってくんだよ。ちょっとお前1週間ほどしたらまた寄り合って終わりで、もうその辺で喫茶店でお前また10人ぐらい寄ってやな、おちょっとどうしようこうしよう言うてさ、あれはもうあれだ、どっかでお前違うとこでホテルとかどっかで集まってね、ふにゃふにゃふにゃと談合すりゃいいんだから、なんかの時には必ず寄り合おうかって、1人で政治できるようなやついないからね。みんなで談合で話すり合わせて交渉交渉か言うとるだけやからね。中身何を話してるか大したことないからな。ろくなことないな。今度アメリカにいつ上納金持ってくねとか、ほんでお前トマホークどうすんねん、500発でいいのかとか、そんなことばっかり言うとるだけやから、結局はあんな大したことないの。沖縄でどうすんねん、これでもどうもないなとか、そんなことばっかり喋ってるだけやからね。結局は何がお前政策の一致したメンバーたちがより集まって派閥になってるの、ふざけんなっつうんだよ。もう本当に最低やね。だからもともとこんなものはなくします、なくします、なくしますわ、解散する解散する言うて、今までもう2回3回言うてきとんです、ね、2回3回言うてきとん。リクルートの時も言うとったわけ、その前も確か言うてたの。俺らがもうそうやな、高校出たぐらいの時に1回言うとったんちゃうかな。なんか70年代も確か言うとったような気がしたけどね、なんかの事件の時な、リクルートの時か、間違いなく言うとったね。リクルートって80年ぐらいか、もうそれはもう何回も言うとんですよ、解散するって。それでまだ作っとんねん。もう全員もう刑務所行ってこいもん、あんまね。だって人の企業の金政治しますから言うて、金ちょうだい金ちょうだい集めて何もしてへんからね、飲み食う人だけやからね。ひどいやつなんだよこれ。だからね、マスコミとか、もうあれなのよ、この派閥政治に幕を下ろせとか言うてる場合じゃないのよ。もうこんな奴らもうあれは柄取って、しょっぴかないかんのよ、もう。柄を確保だよ、もう。柄取ってや、もうずっともうちょっと工事所でも入ってやね、徹底的に調べられて、それで挙句にもう、うん、再起訴されて、ね、ちょっとしばらくお前、しばらくちょっと臭い飯食ってこいっつんだよ、あんま。出ないとね、またやりよるからね、これ同じこと。バカバカしいね。と思ってる人はいっぱいいると思うな、世の中に。浩平さんからまたもらいましたね。浩平さんのためにこの番組やってるようなもんだよ。浩平さんね、どこの浩平さんか知らんけどね、ありがとうございますよ。先週はマイケル・ダグラス主演のフォーリングダウン。うん、そうそう、サラリーマンがちょっとね、切れる話ね。何もやってられるかい、こんな仕事ってやつね。切れまくるこのフォーリングダウンについて話してましたが、大変感激しました。あ、そうですか。これ見たのかな、うん、私もあの主人公のように日々いろいろなことにイライラしております。その通りです。日々いろんなことにイライラしてこそ健康なんだよ。日々イライラしないといかん。イライラするということは反応してるということやから、これはもう健康でいいです。あの日々のこの鬱陶しいことに反応できなくなったらダメです。生物的に反応しないとダメです。反応できなくてうじーっとしてるのはダメ。不健康。大いに発散して、ムカつくなー言うてるだけでもいいんだよ。もうそれでもストレス解消やから。俺はそのつもりで生きてるようなもんだから、これ。ついでに生きてるようなもんだから。ムカついてなんぼだよ。
イラついております。給料の大半が税金で国に持っていかれます。持っていかれるわね。ほんまやね、俺。給料ってあれ、え ?1 割か持っていかれんの。そやな、基本。そやろ、あれ、所得税って大体みんな、まあ1割の人もいれば、2割の人もいるし、3割の人もいるか。いろいろおんのか。そらそやな。俺、サラリーマンしたことないか知らんねんけど、普通、給料ってのは大体でも、え ?1 割、2割そんなもん。そやな。じゃあ2000万もらってるやつは何本給料払うとんのかね、あの税金払ってるのかね。2000万の人間はちょっと、おいロボットちょっとやってみてよ。あ、AI おるやろ。 AI ロボットに2000万給料持ってるもらってる人間って何本税金納めとんねって、ちょっと引いて。ロボット AI ロボットちょっと引いてよ。俺知らんねや、ほんまに。俺らはあのなあ、野に放たれた狼みたいなもんだからそれはまあ好きなとこで好きにして生きてるだけで、そんなに金はもらっとるへんけども、どうやねやろね。2000万の場合は課税所得金額は1575万ですので、所得税率は 33%、 やっぱり3割やね。で控除が150あんのか。ほーん、なんで150控除あんねん。まあええわ、うん、控除してもらえんのかい。あで住民税はどうのこうの、まあいいや、それはどうでもいいや。何にしろ、え年収2000万のや人間は所得税に366万つこて、そんなもんか。ほう、なるほど。だってそれか、公平さん、そらそうやわ。半分まあないけども、だいぶ持っていかれる、これ。最低やね。で、この挙句の果てには、それがクソ政治家どものポケットマネーになっているんです。その通りですね。本当にその通りです。だから企業が、給料さっぴいた分を、というか、ほんのもう賃上げもしない、適当な給料出しといて、残りの金で、あのあれだ、派閥に金で あのクーポン券じゃねえやさ、パーティー券こう取るわけやから、そら回り回って、このまま派閥のクソみたいなやつらにこの金が渡ってんねん。結局はさ、みんなで儲けた金がな、そういうことや。自民党議員らをマシンガンで皆殺しにするようなまるでタランティーノ監督のイングロリアスバスターズのような映画を作りたいの。いや、作りたいんかい、作ってほしいね。やってください。私が映画を作るな、言うてありますよ。それと、あと、ぜひ、どこかの名画座で、カーク・ダグラスのスパルタカスを2本立てで上映してほしいですと。そういうことですね。スパルタカスはこの間紹介 しましたよね。これ何よ。イングロレス バスターズなんかどうでもいいよ。俺、あのタランティーノの連合ってあんまり好きじゃないね。もう、あんまりまともに見たことないね。テレビでフィーンって見てただけ。このスパルタカスは別格ですわ。これは、うん、それこそ今おっしゃる通り、これ文芸座で2本立てでやってほしいね、こういうのね。十分楽しいけどね、十分楽しいよ。もう一丁メール、これまだ 2発でもらってんですね。まあいいか、ちょっと今、ちょっと今話が別か。おお、ああ中国人やベトナム人の人が街歩いてて多いと、うん、それで、うん、少子化で日本人が減っているにもかかわらず、外人を次から次へと住まわせる政策が行われ、政策には、大反対です。そうかそうか。どうかね、これは。外人を、中国人やベトナム人を、まあ、働かす、住まわせることは別に、まあ、別に大反対と言うてありますけど、まあ、そうかね。それは人、あれでしょう、人さまざまだからね。それは日本だって、まあ、わけのわからんやつをそれは入れる必要はないけども、まあ、向こうから、あれだよね、例えば、ミャンマーね、ミャンマー、あるいは、ロシアの、周辺の、ちょっと、鬱陶しいな思って、自由にならないやつで、みんな、日本に、もう本当にもう、難民、に近い形でみんな移動してるけどね。この人らはそれは住まわしてあげた方がいいと思うけどね。当然だよな。真面目に働くなら住まわしてあげた方がいいと思うね。
こっち来て犯罪されたら終わりやけどね。これ中国人やベトナムの人間でもほとんどの人間はまあまあそれは真面目な人間でみんなやってんだろうけど、でもそれは中にはね中国人なんてのはわけわからんやつで、マフィア化してるやマフィア化っていうかもともとマフィアのやつがそのまま来て、うん、新宿あたりにおるからね。これはわけわからんですよ。うん、なるほど。まあそんなことで、まあ何にしろよ、それは今日本はあれよ、へに、うん、お金がない人は生活保護を受けるパターンも増えているそうですと、うんとうん、まあそれはそうだ。いやそれはまあね、難民の問題はね、そ簡単にはねちょっと追い出すわけにもいかんよね。そのいろいろあるよ。それ受けてあげなきゃならないところもあるし、うん、それは審査を、ちゃんとしてあげないといかんし、ちょっとえげつない過酷な審査が多すぎるんじゃないかなっていうのは思いますけどね。そのために死んでもたりしたりいろいろあるわけでしょうけど、その難民のことは俺はあんまよくわかんない。何やったっけ、さっきの話だよ。あ、そうか、ホーリングダウンは見せたか、出したか、さっきの、あ、そうやね、出したよな。まあ何にしろね、俺はその自民党のやつらのもうその五人衆のやつらが不起訴になってることだけどムカついてんのよ。あれね、もうじきというかすぐというか、もう多分ね一月もしないうちに多分ね、検察審議会かな、要するに今要は検察が要するに立件して調べて、いろんなチンピラどもを調べて、でもちろん西村とかあんな奴らも呼びつけて、五人衆もいろいろ呼びつけて、それで調べてしたことは調べたんだよね一応。それで不起訴ってしたわけよ検察はね。もうこれ以上証拠がないから、自分たちは指図も知らないし関与もしてなかったとかって抜かしてるわけやから、しかもその証拠がないわけよね。下っ端のチンピラ議員どももういやあの人からの指示でやりましたとは言うてないわけよ。だからそれだけが証拠なのよね。だから全く見当たらないんですよ、やつらだけの言い草だけでは証拠にならんわけよね。でそこまで白状してないから口を閉じてしまってるわけやから、ゆえにやつらは不起訴になったわけですよ。証拠不十分ってやつらのね。でも全部証拠も上がっていて、それでまあ起訴、うん、まあもうやりましてん、知ってましてん、もうキックバックもうバンバンもう昔からやから俺も知ってまんねん言うてる場合は起訴猶予っていうのはあんねん。それはまあ猶予したらあかんねんけど、起訴せなあかんねんけどね。まあそれぐらいもうどうでもええわいうぐらいの、要するに今のザル法の中では法律変えない限りちゃんと起訴できないわけだから、結局はね。だから結局検察もさそれ以上のことはできんわけよ。でだからそのまあ普通の犯罪なら軽犯罪ならまあ起訴猶予とかね、そう認めてたらよ、証拠があって、でそれ証拠がないというか黙ってるというか嘘ついてるとか黙らかして不起訴になってるわけですよ。だから起訴猶予はないわけです。ということはこれ検察自体がもう一回問われるのね、まあ、ちゃんと調べたんかでこうなるわけよ。もう一回検察ちゃんと調べた方がええでと、なんやったらうちらでも調べようかと、こういうまあまあこれはもう一般ですわ、一般市民国民、こいつらがこいつらがとまあ我々やけど、みんなで言うたら、検察審議会でもう一回審査をしなさい、審議しなさい、検察審査していきなさいっていう、そういう、ことになるんです、うん、それ待ってるんで、きっとこれ多分まあ多分ね俺 2,3 ヶ月後にはなると思うけどね、早かったらすぐなるんちゃう、もう一回ちゃんと調べんかいこらっていうのがその検察審査会です。検診っつうのかな、確か検診っつうの、うん、縮めて検診で、
そこの園が動き出したら、動き出したらっていうか、それはもう国民が言えるわけだから、誰でもいいんですよ、これ、うん、もう誰でも、今もその自由と思います。あれや、まあ、野党議員も 誰でも言えるからね、言える。でそれで審査をもう一回ちゃんとするし、やって捜査をもう一回する。でもう一回いろいろこう証拠をあの、うん、固めていく。でこうなったら、おね、そうなったら検診、うん、が入ってやって、検察審議会で、もう一回いろいろ調査が始まったら、なんか出てくります。多分出てくる可能性ある。で、こうなると、改めて今度はもう一回起訴になるわけよ。うん。こう、もう一回ね、起訴しなきゃならないわけよね。うん。名前ちょっと忘れたけど。まあ、いや、とにかくもう一回。それでやり直しになるわけよ。でどないやねんってことだよね。だからそれがまだ待ってんだよ。だから5人衆および、ま、7人衆と言ってもいいや、あれ、幹部7人やがったんだよね、安倍派だけで。であと岸田派もおるやろ、で二階派も、二階のおっさんも合わせていっぱいおるやろ、幹部はいっぱいいるわけよ。でこいつらをもう一回そのブワーッと洗い直して出てきたら、検診でこれみんな、これ多分1年間ぐらいかかると思うんですよ、これきっとね。昔の小沢なんての場合も、小沢もあれ検診会に引っかかって、1年ちょっとぐらいね、あれは西松建設のあれだったかな、金隠しとった話ね、あれも含めてあれ1年半ぐらいかかったのかな。それでもう一回起訴されてどうのこうなったよね。うん、だからもうそのまま小沢の力はもうあれでなくなってもったわけです。あれからはもう小沢は何の政治活動もまともなことはできなくなったわけよ。議員ではいられたけども、もう全然何の力もない、影響力もない、ただの、うん、おっさんに終わってしまうようなことになったわけだから、多分おそらくそういうふうになっていくと思うわ。だからもう今逃げてる安倍派7人衆であれ、なんであれ、あいつら上の幹部どもは、今もう、まあ、うん、枕を高くしては寝られてないね。不起訴ってなったものの、今は一時逃れできただけのことで、多分これから、もう一回調べられて、どうのこうのが待ってます。そうなると何か出てくるよ。当然だよ。待っとけよな、うん、でそのうちもう議員さよならになるわな、まあ、要はまああいつらが議員さよならとかなんやかんやどうのこうの言うのを待たなくても、もうじき解散すりゃいいんだよ。それはね、みんな寄ってたかってさ、もう自民党の議員でもまあ半分以上はそんな風に思ってるやつらもいるでしょ。もうええやん、もうこの際もうご破産で願いまして、おいもう一回お前あれだよ、まあ、衆議院解散しても総選挙に持っていこうやないかね、内閣なんかもうまあちょっと変えようやないかって、それのがええでみたいに思ってるやつは多分自民党の、いろんなやつら思ってますから、これは思っとるから、うん、それは派閥を解散したくない麻生も含めて思ってる可能性もあるよね。分からんよ、あいつら特にあいつらは一番奥にいる、いわゆる自民党のケツ持ちですから、彼らは。それ自分たちのケツを持ってる張本人たちだから、そいつらがもう岸田をやめとけお前みたいな話は出てくる可能性はもう出てるかもわからんしね。で、ぼちぼちちょっとそういう話を赤坂で、料亭でしとるかわからんわな、これ。もうええ加減やめようか、もう総選挙持ってこ、解散しようかみたいに、解散すりゃいいんだよ、だから、うん、やりゃいいんだよ、解散してもう一回バチンと、うん、もう一回がっつり選挙やったらいいんだよ、うん、そうしたら山本太郎だってもう一回選挙出りゃいいんだから、うん、やったらやったら、
それはもう他の野党も出てくるけどね、もちろん。それみんな寄ってたかって、今もとりあえず自民党を、その、まあ、派閥の解散どころが、まあ、自民党自体をちょっとやり込めないとね、しばき上げないとダメだよ、そんなもん。かと言うてね、後の政権どないなのか知ったことじゃないけどね、それは。まあでも、ちょっと世の中変え、政治を変えさせるには、それぐらいしないと意味がないという。東京新聞、今日のトップはやっぱり毎日不安、やっと一息なんて書いてるけども、この能登半島の地震、被災者たちが都営住宅へ来たっていう話だね。都営住宅まで、なんでここまで来なきゃならないのかね、でも。関西とかないのかな、都営住宅に代わるもの。大阪とかよ、もうちょっと引き受けてあげるところないのかね、これ。大阪や京都や、どこかな。ないのかね、これ。だってこれ、都営住宅すったって、なんで被災者さんたちがよ、都営住宅に、都営住宅空いてるからっつったってやね、来てくださいっつったって、こんなものお前、1都4県が提供できる公営住宅数っていうのが載ってましたわ、これ。1都、東京やね、4県じゃ、神奈川、千葉、埼玉、茨城、合計で提供できる公営住宅す来てくれていいですよ。ただです。1年間しか住めないんだけどね。住めますよって。これがね、合計でね、今ね、はぁ、こんだけしかないのか。なるほどな。公営住宅としては、全国で、7800戸が確保されていると。おまかや、これ。公営住宅で7800戸されてるが、ですよ。まあでも東京だけでだとね、笑ってしまいますけど、20戸しかないのよね。神奈川も20戸。で、千葉県は80戸余ってんだな。こんな状態。埼玉が30戸で、茨城が27戸。で、全国で7800戸あるらしいわ。でも東京までね、いやだから東京、神奈川、千葉にまでね、来なきゃならないぐらい足らんのかってことだな、俺が言いたいのは。もっとあるだろう。ないのかね。なんでこれ都営まで来なきゃならないのか、かわいそうにこれ。しゃあないけどね、なかったら。なかったらしょうがないんだけど、いや、公営やそんな住宅でなかったもいいじゃない。普通の民間のマンションとか、どっか余ってるところであるでしょ。そういうところでも国や県が話つけて家賃代わりに持ってあげて、それで提供してあげたらいいんだよね。そのだって地方のとか関西圏で個数的に余ってる部屋、余ってるマンションいっぱいあるはずよ。絶対あるはずよ。中国じゃないけど建てすぎてもう不動産に今やってんねんけど全然あれでんねえで、まだ入居者募集中でんねん言うとこいっぱいあるよ。そういうとこに県や国がですね、金を入れてあげてやね、入れてあげてっていうか、そのまあまあ建て替えた、あ、建て替えじゃないよ、もうたあの差し上げたらいいんだよ。当然だよ。それで住まわすように仕向けたらいいんだよ。なんでそういうことできないのかね。いや、嫌だよ、こんなもん、お前。そんな、能登半島に住んでて、家なくなってもうて、お前、むちゃくちゃになってる人間が、東京まで行くのかよって。いや、そりゃ辛いだろ。俺だったら、東京まで嫌だわ。せめて、もう、京都か大阪で、ちょっと、車借りてても、家もう一回、ちょっと一週間後に帰りたいな、いうやつもいるやろ、そら。
それいますよ、そんな見に来たよ、どないなってんのかと、まだあちょっとあの潰れた家の中になんかちょっと使えるもんあったかなとか、ちょっとチェックしに行きたいとか、なそんな思ってる人いっぱいいるわけやから、もうちょっとこの今のこの一月ぐらい、この雪のぐちゃぐちゃの後のこのまあまあ3月ぐらいになったらちょっとすぐも戻ろうかなとかね、考えてる人だっているでしょ。ちょっと戻るというか住みに戻るんじゃないんだけど、そのあれだよ、ちょっと残してきたもんとかな、仏壇の横に置いといたやつとかね、あるいはなんかまだそりゃそんなこと、お前畳の中に入れてる現金もあるかもわからんよな、これいろいろお前人間ちゅうものはまあ家の中にいろいろ持ってんだからさ、なみんな全部ほったらかしでみんなもう来てるわけやから、潰れた後そういうことも含めてやな、もうちょっと金をお金を渡してあげろっつうんだよ、もうもう本当にもう日本中が寄ったたかってこういうのお金渡してあげないと、この人たちは飽きませんよ、俺被災者たちに、もうまあ月行ってる月の金も後回しでいいと思うけどねまあそんな話だ、要はな、かわいそうなこっちゃね、俺も近所ならなちょっとな能登だもんな、うん。